桜並木の中を走るシグナス森林鉄道。シグナス森林鉄道とは、妙見山中腹にある妙見の森触れ合い広場で、野瀬電鉄が運行している小さな観光遊覧鉄道線である。鉄道事業法などによる鉄道ではない。2001年5月に暫定開業し、同年7月から正式に運行を開始した。鉄道及び駅の名称は、野瀬妙見山が、 北極星を守護神と四星に縁が深いことから北天の代表的な星座である白鳥座にちなんで付けられている。ベガ駅横のラックレール区間ベガ駅からアルタイル駅間までの340メートルをバッテリー機関車が2両の客車を牽引して7分で運行している。機関は381ミリメートルで最高速度は時速5キロメートル。列車の折り返しは ループ線で行っている。ベガ駅を出て、すぐのところには、10メートルほどだけではあるが、立憲バッハ式のラックレール区間もあり、最大勾配は138パーミルとなっている。アルタイル駅は、ループ上の折り返し点に過ぎず、乗客が下車して、付近を散策することはできないが、列車は一旦停止するので希望があれば一旦下車して、撮影などができるほか、 乗客手持ちのカメラで運転手が撮影をしてくれるサービスなどがある。機関車は、乗せ電鉄平の工場製土日曜、祝日に運転。大阪からは、阪急宝塚線、川西野瀬口駅、または、福知山線、川西池田駅から、乗せ電鉄妙見線に乗り換え妙見口駅下車。さらに徒歩、または、阪急バスで、 黒川駅まで行き妙見の森ケーブルに乗り換えケーブル。三条駅下車。数分坂を上り妙見の森触れ合い広場へ。ありがとうございます。